100万ある。これをお前にやる。その代わり俺に付き合え。付き合うって何に？東京散歩。え？ああそうだ、俺は福原愛一郎って言うんだ。街で岸辺一徳に会うといいことあるって。来たー。東京の思い出の場所の半分はコインパーキングになってるからな。俺小さい頃に両親に捨てられたから。福原さんどうしたんですかね。え、なんで歩いて霞が関まで行くのか教えてください。正確に言うと目的は桜田門の警視庁。自首するんだよ。シャバで食う最後の飯は何がいいかな。幸せは来ていることに気づかないほどじんわりやってくる。でも不幸はとてつもなくはっきりやってくる。なんかいいことあったか。俺はあったかね。一人ぼっちな男二人の心ほどけるとぼとぼストーリー。てんてん。